ターの作品です。ブラックアウトの BGM を担当しました北川さん。こだわったところ、まあ、今回の映画は結構、まあ、全員悪人でも打ち合い、殴り合い、殺し合いで皆さんもこわもての方だったし、かなり、まあ、なんですかね、迫力ある映画だったので、まあ、それに合うように、まあ、激しいリズムだったり、低音を取ろうとした、まあ、曲を、まあ、多めに作って、まあ、映画の雰囲気に合うように制作してみました。格闘シーンとかも結構多いので、それに合わせて、まあ、さっきの音響のスピードだとか、大きさとか、まあ、音の、そうですね、その、まあ、醸し出す音楽の BGM とか、そういうテーマ曲が醸し出すような、格闘シーンを潰さないように、うまく作ったつもりではあります。あ、見どころは、まあ、あのいっちゃんがメインテーマ作るみたいなんですけど、そのメインテーマのフレーズを他違う曲でもキーを変えて発表してるのがあるので、そこに、まあ、もし気づいていただけたらすごい嬉しいなと思うと、まあ、見どころというか確かにそういう分かっていただけたらありがたいと思うんですけど、またあとメインテーマをこう満たすためにその前の、BGM を上手に翔也が作ってくれたんで、まあ、今回はいい感じで2人でできたと思っております。まあ、強いて言うなら、まあ、基本的にはその BGM にしてもメインテーマを作るにしても映像からその映像のまず音を全部消して見ながら結構作ってみたので、俳優さんの、中村さん、神崎さん役でしたっけを含め、その辺のイントロダクション最初の部分だけを最初に見せていただいたんですけど、そこからまあ多かったのを少しずつメインテーマで作っていきました。まあ、それをちょっとアレンジしていただいたりしてました。その元、まあ、映画は、まあ、後で作る音楽が後で作られるので、まあ、それは関係なしに映像作品として作るので、まあ、例えば秒数とか何秒でこのシーンが終わるみたいなのがあるんです、ね、それに僕が合わせてテンポとかも考えないといけないの でテンポでも、まあ、なんかスズムが合わなかったら小説がすぐ短くなったり、あとはテンポがちょっと速くなったりとかして合わせないといけないんで、まあそれをやりつつでも自然な音楽にしないといけないっていうのは結構、まあ、考えます。戦闘シーンが多いんで、それに合った感じの曲を作っていくっていうのは多少こだわっております。しかも刀のシーン、ああ、刀のシーン、まあ、ちょっと和風っぽい感じにしてみたけど、妖精中のような感じで、最後の方が刀で戦うシーンと、格闘シーンの移り変わりは、なんか、まあ、できるだけ自然に曲は変わってないけど、アレンジが、まあ、激しいロックからちょっと。和風になってまたロックに戻ってっていうのは結構こだわってます。なかなか、はあ、クラウさん、まあ神崎さん、まあ二人ですかね、うん、主人公2人、主人公2人、ただそれを生かすためのそのハニートラップを仕掛けたりとかそういう店内でジャズが流れてるとかね、いい雰囲気を醸し出してるとかそういうのはやはり一人でできるものじゃないのでその辺も良かったですし、また戦闘シーンでもあれは何でしょうか、サバゲンの雑人でしょうか、そういう感じの方が一生懸命こう武器の使い方とかにこだわっているような感じがちょっとしてたので、また刀
刀のシーンで言えば浅野先生ですかね。とかまあ監督って言っていいのかな。細川監督が、まあ、やり合うシーンなんかもあのとても印象的だったと思います。なかなかあの他の間では刀がで戦うっていう武器捨てて刀飛び道具を捨てての刀っていうのは少ないと思ったのでとても面白いと思いました。やっぱり最後勝つ側もうそれぐらいしか選べない。全員は悪人だった。勝つ側がいるので負ける側そうだよ。パソコン売ってる人パソコン売ってる風なフリをして。僕はちょっと乱暴な運転手とかで僕ハッキングする人でシステムを開けるあの解除する人僕はあれウランの運び屋さん。ああ、まあ、映画の場合は、まあ、長編でも短編でもその良さが伝わるように、BGM、初夜の BGM を頼んで、それに合わせてこっちが作ったりということもありますし、まあ、僕は今回はメインテーマを作ってそれによってそれを初夜が上手にアレンジしてくれて、まあ、いい曲もできまして、あとはその音楽とその、まあ、全員素人とは言ってもその道のプロですから、その兼ね合いが上手に音と映像がうまく合わさってくれれば本当に幸いだと思っているので、まあ、結構楽しい音楽だと思う、楽しい映画だと思うのでぜひ見検討してください。そうですね、今石井さんが言ってくれたんですけど、メインテーマを僕は、まあ、2パターンぐらい最初の方でちょっと最後の方でちょっとで、まあ、メインテーマを違うキーにしたりあれ編成とかを変えたりして使ってるんで、まあ、あの映画をまあ1回ならず2回とか見ていただける方にそういうところが気づいてもらって、あ、音楽結構演出作られてるんだなとかをもし思っていただけたら、まあ、嬉しいです。ブラックアウトよろしくお願いします。